はい。では、始めたいと思います。タイトルは、ウェブレートのリブレオフィス日本語翻訳を解析するという題名です。で、スライドは英語で作ってるので、日本語、喋ってるのわかんなくても多分、ある程度大丈夫なように、してあります。タイトルだけですね。はい。ということで、安野浦と言います。始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日のアジェンダですけども、こんな感じで、始めたいと思います。30分なので、どれがどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、時間感覚がよくわかんなくてですね、どうなるかわからないんですが、今回、解析して出ていた結果とか、見ていただければと思います。で、まず自己紹介と、あとはリブレオフィスの翻訳についてってやつと、あと LLM、ナレッジグラフ。最後は Analyze the Japanese Translation ということで、日本語翻訳を、ちょっと見てみましょうということでやってます。私の自己紹介ですけども、リブレオフィスとか iLove とか書いてますけど、毎日のように使ってます。今、実際業務、で使ってるのがほとんどですけども、結構でかい、カルクのデータとかですね、使ってたりします。はい。で、あとは Neo4j とか、Apache Hop、とかをやってます。Neo4j 今度、7月にユーザーグループのミーティングが大阪でありますので、大阪の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、またアワードは、どうでもいい話なんですけども、Outstanding Technologies Project Award っていうやつと、グラフコミュニティ MVP アジアというのをいただきました。で、ユーザーグループはですね、LibreOffice の、あまり活躍してないんですが、ジャパニーズチームであるというのと、はい、よろしいですかね。では、LibreOffice の翻訳について、少しご紹介したいと思います。皆さん、どこまで翻訳ってされてるのかとか見られてるのかよくわかんないんですけども、ですね、翻訳の文と、プロセスどうなってるかっていうのとですね、あとは、ウェブレッドということで、今回この、ソフトウェアを使って、みんなやってますというのと、あとは PO ファイルっていうのがあると思うんですけども、これについて、少しお話したいと思います。翻訳に関してはですね、リブレックス翻訳に関しては、ウェブレッドっていう、ソフトウェアを今使ってますというところで、で、これに関してはですね、ブラウザーとネットがあれば、誰でもアクセスできるようになってます。ですので、アクセスして、ID を作ってですね、ID を作っただけだと提案はできるんですけど、更新ができないということで、この翻訳はこうした方がいいですよというような提案ができるというところですね。ちょっと見ていただきたいなというふうに思っております。で、ウェブレッドに関してはですね、ウェブベースのソフトウェアで、すごいですよね。2500の、リブレプロジェクトってありますけども、いろんな、プロジェクトが、このツールを使っているというところですね。それで、国としては165カ国以上ということで、使っていますよというところで、大体、ほぼほぼスタンダードになってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、
なんかお尻の方にですね、拡張子が器用っていうふうにつきますけども、なんだろうということで、見た人が多いと思いますが、ポータブルオブジェクトということでですね、ファイルフォーマットです。で、これは翻訳でローカライズするときの、ファイルフォーマットで、POT っていうのがですね、ポータブルオブジェクトテンプレートということで、まあ、こちらはテンプレートになってます。まあ、中身ほぼほぼ一緒ですね。はい、こんな感じで、ネットからですね、POT のファイルって ZIP になったやつがあるので、例えば、今回のバージョンとかですね、24年の、2月かな、4月かな、それと8月とかですね、転がっていますので、ダウンロードしてくればですね、元々の、テンプレートの、ポータブルオブジェクトが、ダウンロードできます。はい。で、中身はですね、どうなっているかと言いますと、もともとというか、ソースコードはあって、GNU の、get テキストがあるんですが、それで POT ファイルっていうのがですね、次に、作られまして、それから PO ファイル、中身が入ったんですね。テンプレートから中身を入れた PO ファイルを作って、最後はバイナリーに落とすといった形の、リリースになってます。で、今、LibreOffice の方でやるのはですね、ランゲージの .po ってありますけども、 PO ファイルを編集するといったところをやります。で、リリースに合わせて、それが適用されたり、ということになります。翻訳は大変ですよね。はい。で、GNU の get テキストってこうありますので、中見ていただければなというふうに思います。これが元ネタですかね、になっています。で、ウェブレート、ちょっと中身を見ていきたいと思います。で、TDF ウェブレートということで、ググると、画面が出てきて、サインインするとですね、中身が、かなり見えます。はい。で、ということで、皆さん、これで登録してですね、作っていただければと思いますけども、この中に、例えば、TDF のウェブレットの中見るとですね、Android のビューアーであるとか、Impress Remote であるとかですね、LibreOffice Help の、これ24.2っていうのが出てますね。で、こういうのとか、Help の7.6、Master とかですね、こんな感じで、ありまして、それぞれプロジェクトの進捗状況が、翻訳済みか、そうでないかとかでですね、こういうのが表示されるようになってます。で、この辺がですね、あとは、ということで、今回、テストするんでですね、じゃあダウンロードしようかなと思って、全部できるかなと思ったんですけど、これは権限が必要みたいで、翻訳したファイルを、ZIP でとりあえず全部取ってこようとかですね、CSV でやっちゃおうとかいうときはですね、ちゃんとした権限、いただかないともらえないみたいですね。ですので、翻訳、それぞれウェブで見ることはできるので、ウェブからそのまま検索して、ガッと取ってくるみたいな形で今回ちょっとやりました。はい。あと、権限いただきたいなとはちょっと思ってはいるところですね。で、はい。こんな感じで、今やったのは LibreOffice の Help の24.2というところでやっています。で、こんな感じですね。見ると、中身が、クリックすると中身が見えますということで、実際プロジェクトのですね、情報を見ると、ウェブサイトここですよというのが見えまして、過去12ヶ月間の実績とかですね、あと、誰が貢献してるとか、そういうのが中身が見えるようになってます。で、あと、そうですね。例えば検索とかできますので、気になった翻訳語の検索であったりとかですね、そういうのがあると、キーも翻訳してないやつも見れるんですけども、すでに翻訳したものも見れるようになってます。で、こんな感じですね。
今、最近のコミットはこんな感じ、こと方がやってますよ、みたいな形で、詳細見ると出てきますというところです。で、あと、ピーファイルについてなんですけども、まあ、今、これ24.8ということで、今度出る8月の分の、PO の、テンプレートファイルですね。それを取ってきて、ガッと広げたところなんですけども、こんな感じでディレクトリが山ほどあってです。これまだ下にいっぱい続くんですが、その中で、ね、例えばメッセージズ .pod とかですね、こんな感じで、ファイルが全部あるといったところですね。で、中身はですね、どうなっているかと言いますと、ヘッダーがこんな感じになってます。例えば、プロジェクト ID とかですね。まあ、いつか、いつ、クリエーションデートがいつで、どうなってますと。これヘッダーですね。ヘッダーと言いながらですね、あれです。一つのでかいテキストファイルの中にですね、さっきのポッドファイルってあったと思うんですけど、その中に、ある形になります。で、そのヘッダーの下はですね、トランスレーションエントリーズということで、実際この中、これテンプレートなんで中身入ってないんですけども、例えばこれ見てわかる通り、メッセージ ID っていうのがあって、これが ID ですね。で、メッセージストリング、これ中身からですけど、ここに、例えばシンタックスエラーだったら、まあ英語でやる場合はこのシンタックスエラーですね。で、日本語でやる場合は、カタカナになるのかなんかわかんないんですけども、それが入ると。言ったところです。こういうふうな形で、データが入ってます。で、中はですね、もう見られた方はわかると思いますけども、当然、プレスホルダーっていうことで、アイコンの名前とかですね、例えばファイル名とか、そういうのはこういうふうな引数になっちゃってるんでですね、そういうのはパーセントでこう引数になってるのがわかります。メッセージがこんな感じで返ってきて、ここにアイコンネームですね、が、埋められるといったところですね。で、もう一つ見るのは、これは要するに変数というんですかね。そんな感じだと思ってください。で、もう一つはですね、コンテキストであってですね、例えば、実際有効なのっていうのはですね、基本的なものとしては、メッセージ ID とメッセージストリングだけなんですよ。で、ID が例えばパーセントってあったときに、これを実際に日本語でどう表記するかっていうのがあると思うんですけど、例えばですね、これ例で書いてるので、こんなもんかなというふうに見ていただきたいと思うんですが、パーセントっていうことをですね、どういうふうに翻訳するかということで、例えばここだとストリングのパーセントっていう箇所のテキストだったら、パーセントで出てきたら、カタカナにしましょうと。で、例えば、下のナンバーなんとかかんとかですね、リストストア1とかいうのに、パーセントで出てきたら、これはパーセントで文字にしましょうみたいなですね、こんな感じで、同じ単語でも出てくる場所によってですね、翻訳を変えるといった、形で、データが入っています。で、まあ、LLM とかで今回の話ですけども、皆さんも LLM いっぱい使われているかなというふうに思うんですが、ラージランゲージモデルということですね。そうですね。で、あと、まあ、いろんなプロダクツが最近出てきてまして、お互い優劣を競い合っているということで、あるときはこっちが良かったり、あるときは他の、プロダクトが良かったりですね、してると思います。で、問題としてはですね、プログラムとしては、これ、まあ、イシューですね。まあ、変な答えが返ってくるというときがあって、私もやったときにはですね、例えば、サーバーの、コンフファイルの、設定でですね、ちょっと聞いてみたんですけど、チャット GPT に聞いてみたんですけども、そうすると、こんなコンフファイル設定してくださいっていうふうな、コンフの中のパラメータが出てくるんですけど、実際はそれはどこにもないですね。
そのパラメーターで、それをやるとなんかハマってしまうというのがありました。だから、なんか例えば文章を渡して、要約するとかですね、なんかを渡して全部やるとかいうのは OK なんですけども、なんかこんなのどうみたいな時はですね、変な答えが返ってくるというのが、今の問題点だと思っています。ちょっと中を見てみます。まあ、プロダクトとしてはですね、いくつかあって、皆さんどれを使いかわからないんですけども、チャット GPT3.5 だったり、4だったり、4だったりですね。今だとフリーだと、ある程度の範囲は4が出てきて、それ過ぎたら3.5になるとかですね。そんな感じで、使えると思います。あと12分ぐらいですね。で、マイクロソフトもコパイロットとか、コパイロット4、マイクロソフト365とかですね。こんな感じであります。Google も、バードとか言ってたんですけども、今、ジェミニですね。ジェミナイですけども、これが、出てきているといった感じですね。で、これとですね、これって要するに答えが適当な答えが返ってくるので、そこの適当なところをですね、ナレッジグラフという知識グラフでちょっと固めましょうというのを今回ちょっとやったんですけども、まあ、ナレッジちょっと、紹介しますので、中見ていただきたいんですが、ナレッジの話と RDF と LPG ですね。LPG ってラベルドプロパティグラフ、グラフデータベースの話ですね。で、ナレッジグラフってこんな感じです。データがあって、グラフがあって、ナレッジグラフはこんなになっているといった形で、要するに知識を、グラフで示すというのがナレッジグラフですね。グラフ構造で示す。で、まあ、こんな感じです。今、犬は、動物ですよとか、牛は動物ですとか、牛はなんかハーブを食べますとかですね。ハーブはプランツですとか。そんな感じで、これ、まあ、is としか書いてないんですけども、is a とかですね。なんかそんな感じで動詞を使ってこう、構造を作っていく感じですね。こんなのがナレッジグラフです。で、今回、まあ、で、そこよく使われているのが RDF っていうものなんですけども、主語と述語と目的語を、やって、まあ、こんな感じですね。ボブさんはインタレステティンですから、モナリザに興味がありますとかですね。そんな感じでグラフを作っていきます。例えば、ゴジラは怪獣ですとかですね。そういうのは、ウィキメディアからデータ引っ張ってきて、これ作るとですね、そういうのが出てきます。日本の SF ですとかですね、どこで作られましたとか、そういうのが出てきます。こういうのが知識の一つの表現ですね。で、RDF というのが今標準でほぼほぼ使われています。1.1ですね。で、今年中には1.2が、出てきて、結構拡張されているので、なかなか使いやすくなるんじゃないかなというふうに思います。今だとですね、プロパティグラフ、グラフデータベースの方が使いやすいんでですね、こっちの方がいいかなと思います。これ、右と左で、グラフ書いてますけども、この複雑な方がですね、先ほどの、文でやった、RDF でやった文でですね、で、それがグラフになる、ラベルとプロパティグラフになると、こんな風に簡単になると。言ったのが比較できるんじゃないかと思います。こっちって、左側の方はですね、主語と目的語と動詞しかないんでですね、もうちょっとなんかこう、踏み込めないんで、こんなちょっとめんどくさい形になってますけども、右の方のグラフデータベースっていうのは非常にその辺は、プロパティで中の項目があったりとかですね、かなり使いやすく見やすく、データも単純になります。で、ということで、あとグラフデータベースの方なんですけども、GQL っていう、クエリランゲージ、SQL じゃないですね、グラフクエリランゲージっていうのが今年の4月にリリースされました。で、今、1.0はリリースされてて、次2.0に向かって今、活動をやってるところです。
で、スキーマーとかですね、いろいろなんかちょろちょろ入ってきたりしています。というところで、あと8分なので、今回やってですね、出てきた結果を少しご紹介したいと思います。まあ、データとアナライズとイシューってあったんですけども、はい。データはですね、これまあ、ガーッと取り込んだんですけども、一件とちょっと出してですね、こんなふうな形で入ってますっていうのを出してます。で、英語が上にあって、日本語が下にありますと。こんな感じで、データが入っています。で、あと、例えばこれだと、そうですね、リンクがあったりとかですね、なんかあったり、入ってますね。それが見えると思います。で、こっちもそうですね。はい。で、こんな感じで、ブックマークバリューとかですね、こんな感じ入ってます。で、どうしたかというと、さっきの日本語を、チャット GPT とかですね、最近楽ちんなんで、携帯素解析してくださいみたいな感じで文章を渡すとですね、で、あとは括弧は、不要なので外してくださいみたいなことを言うと、ちゃんと全部外して、携帯素解析して、出してくれます。まあ全然、なんかな、Python でプログラム作っても全然いいんですけども、すごく楽ちんですね。で、例えばこれはユーザーが名詞であったり、指定が名詞であったりですね。例えばユーザー指定のアニメーションパネルが表示可能である場合という文章はこんな風な形で、動詞があったり名詞があったりしています。で、今回、名詞というのをこう引っ張ってきてですね、グラフにしました。はい。で、まあこんな感じです。これちょっと、なんか文章はですね、英語が、2文章と日本語が2文章で分かりやすいとこだけ出してますけども、これ、赤いとこありますね。赤が日本語の文章です。で、要するに違う、なんていうんですかね、翻訳ですね。で、それの元になったのが青の文ですね。で、青の文が、まあ、単語っていっぱい使ってるんですけども、その中の一つだけ、パネルとペインだけですね、ちょっと、抽出してます。間違いやすいと思ったんでですね。で、ここどうなってみるかというと、例えば、パネルってこっちあると思いますけども、それはパネルにを使ってます。日本語はですね。で、こっちのパネル、あ、こっちはですね、パネルじゃなくてペインなんですよ。ペインとパネルが2つ入ってたのかな。で、そういうことで、ですけど、翻訳見るとですね、一つがペインって書いてあって、一つがパネルって書いてあります。だから、これ、正解の翻訳はペインですね。パネルではないので、で、これちょっと中の心配なので、どうなっているかなということで、この赤いとこをですね、見てみました。そうするとですね、中身どうなっているかというと、赤いとこの中にはですね、文章いっぱい入ってまして、例えば、ナビゲーションペインのですね、ショーイングハイディングということで書いてますけども、これ、ナビゲーションパネルというふうに訳されてますね。で、表示、非表示。で、同じところのですね、同じ文章の中に入っている他の、ところはですね、ナビゲーションペインというのは、ナビゲーションペインというふうに翻訳されています。だから、これどっちか寄せるというか、多分パネルをペインに寄せるか、パネルを例えばウィンドウにするとかですね。なんかそういうふうな翻訳の、やり替えが必要だなというふうに、これではちょっと見えました。はい。というところです。で、まあ、ある程度、何百個かはデータ取れたんですけども、一括してダウンロードしたいので、ちょっと権限いただいて、一括してダウンロードして全部ですね、放り込んで見てみると、この辺の違いとか、全部見れるんじゃないかなというふうに思ってます。ですので、まあ、翻訳ってこう一部しか割と、やる人にとって見えないと思うんですけど、全体をどうしても見たいっていう時はですね、こんな感じでグラフにしちゃってみると、非常にわかりやすいんじゃないかなというふうに思いました。はい、というところです。まあ、ウェブとか、
ありますので、なんかこの辺から見ていただくとか、あとなんか、メールいただくとかですね、していけばいいのかなというふうに思っています。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。翻訳と LLM の今後というのは非常に楽しみな要素ですよね。